皆さんこんにちは、こんばんは、お久しぶりです。またまた3ヶ月の間が空いてしまいました。どうもすいませんでした。特にやってることはなかったんですけど、ちょっとまあ体調を崩してから復活するまでが時間かかって、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、それでずるずると3ヶ月経ってしまいました。どうも皆さん元気してますでしょうか。はい、今日は挨拶で動画を撮ったんですけども、家の中も暑いし外も暑いしで、熱中症は皆様大丈夫でしょうか。はい、もう暑いですよね、ほんと毎日が。私は横浜に住んでますが、横浜も暑いです、すごく暑いです。はい、皆様の地域も暑いと思いますが、水分補給を忘れずにしてください。はい、これといってやってなかったんですけど、最近なんか片付けにハマってて、ダイソーセリアに通って、こう少しずつ整理するものを揃えて、冷蔵庫とキッチン周りをきれいに、あとトイレをきれいに、見直してました。時間があるとそれに費やしてました。髪が伸びました。私はショートでずっと来てるんですけど、今はなんか伸ばしたいとも思ってないし、切りたいとも思ってない中間な感じで、そしたらなんか切らなくてもいいかなとか思って、今こう長いんですよ。こんな長いのって小学生以来ですね。小学校4年生くらい、ぶりですね。なかなか自分でも見慣れないんで、ちょっと新鮮な感じはありますね。で、いけないんで前、美容室に行ってないので前髪だけちょっと自分で切ったりはするんですけど、自分なのでちょっとガタガタで重めになってるんですが、はい、ちょっと眉毛より上でちょっと伸びてきたんでこんぐらいになったんですけど、まあいいかって感じで。またね、こう空いちゃってるんで、リクエストとかをね募集したいと思ってます。私はこのチャンネルとサブを持って、サブチャンネルがあるんですけど、なんかサブチャンネルのネタもあまりなく、まあ雑談と一応なんか Vlog 的なものとか料理とか言ってたんですけど、なかなか撮影もしてなくて、はい、メインもこんな感じなのにサブも余計しないみたいな感じなんで、メインの方をね、今リクエストもらってるのカバンの、持ってるカバンの紹介、多分模様替えしたものを写してなかったかなと思います。はい、前回模様替えしてからこの今の模様替えになるまで多分そんな日は経たなかったんですけど、なんかちょっとすぐに変えたくなる人なので、ちょっと模様替えをして、もうこの形になってからは2ヶ月以上経つのかな。はい、そんな感じなんですけど、この机の位置だけは変えてなくて、で、前まではダイニングテーブルのとこで撮影してたんですけど、またこっちの机の方に戻ってきた感じで、撮影場所はここかなっていう感じではあります。愛さんと、メイク動画、してもらってるメイクのやつをやってもらおうかなと計画は立ててるんですけども、まあ自分のメイクをね乗せるのは、まず私はメイクは下手だし技術もないので、メイク動画を出してる方々に比べたら全然何にもこう参考にもならないんで、自分のメイクは一度リクエストでいただいたサブチャンネルに載ってるもの以外は載せないんですけども、やってもらう美容部員さんなので、やっぱすごくうまいので、過去に3つほど出してますが、
またできたらなって思います。あとは最近買った購入品紹介も、まあ、またやろうかなっていう、まあ、最近買ったものってそんなないんですけどね。最近あの冷蔵庫整理とかその整理をするためのものしか買ってなくて、ほとんどもうメイク用品も買ってないし、はい、買うとすれば化粧水とかそんな感じなものぐらいなので、本当何にも何ともないんですけど、まあできたらそれをやったりとか、まあスタンスは前と変わらないです。最近なんかそのそっちに夢中すぎてこう欲がないんですよね。なんかを買おうとか、これいいなっていうものはあるんですけど、まあ一家で終わっちゃったり、ほんと最近買ったものしたらバターケース、バターをこう入れとく入れ物とか、あとサランラップホルダーとか、そういうなんかあのキッチン系のものばっか買っていて、メイク用品とか服とか最近もう全然買ってないですね。なので買ったら、はい、アップしようと思います。まずはお部屋を紹介をしようかな。あとあのリクエストいただいてる持ってるカバンとかポーチもそうだったかなとかの紹介とかですかね。はい、徐々にアップをしていけたらなと思います。そんな感じですかね。なんか雑談みたいでベラベラ喋ってますが元気です。待っていただいた方とかいらっしゃったらありがとうございます。チャンネル登録のね、登録者様もこう安定の人数でいてくださって本当ありがとうございます。で SNS の更新も最近なかなかやらなくて、はい、これからもねアップをしていこうと思っております。はい、やっぱりね好きなのでこういう撮影するのが結構好きなので、これからもこんな不定期ですがよかったらよろしくお願いします。はい、そういったわけで今回はこんな元気ですよみたいな、なんか雑談みたいなまとまりのない動画でした。はい、また次回からはまたこのコメント欄にリクエストが来て答えられそうなもの、一応今はやる予定なのは、お部屋紹介と、カバン、持ってるカバンの紹介でポーチもあった気がするんだよ。ポーチ紹介はやろうと思っております。それ以外で何かリクエストがある私に興味がある方はぜひリクエストをよろしくお願いします。そんな感じで今回も終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。